ニコナナチャンネルをご覧の皆さん、おはようございます。見た目はギャル、中身はキモタのギャップタレントのゆずりはるいです。イエーイ、やってまいりました、ダイスロー4話目。いや、全3話皆さんご覧になりましたでしょうか。まあ、ご覧になった方はご存知だと思います。現地でね、応援してくれる方もたまにいらっしゃるのでご存知かと思いますが、参戦参拝中です。いや、ちょっとね、前回は本当にあと数枚差で負けてしまって罰ゲームを受けることになってしまったので、さすがにね、もう3度あることは4度あるっていう人もいるけどもう終わりにして4度目はさすがに勝ちたいなと思っておりますので、今日はね、しっかり堅実に立ち回って勝利を目指していきたいと思いますので、皆さん応援よろしくお願いします。でですね、まあいつも通り、今からサイコロを振って本日の衣装を決めていきたいと思います。やるぞーやるぞーありがとうございます。さあ、本日の衣装は何になるんでしょうか。ドキドキワクワクの本日の運命のダイスロール、でん1位1話ぶりの可愛いやつ来たんじゃないでしょうか。というわけでお着替えして皆さんにお披露目したいと思います。はい、でもその前にですね、まずこちら実戦機種の方もサイコロで決めるという形になっておりますので、そちらの方も振っていきたいと思います。偶数だったら、私が選んでいい、で奇数だったらスタッフさんが選ぶという形になっております。それではいきます。ダイスロール、ダダン、振りました、振って1、1奇数、何いきます、了解しました。というわけで奇数なので、今回はスタッフさんに選んでいただこうと思います。それでは、実戦機種これから、決めて今回も頑張っていきたいと思いますので、ご覧の皆さん、私が勝てるところをしっかりこの目に焼き付けていただければと思います。それでは行ってまいります。レッツゴー、バイバーイ。おはようございます、おはようございますテンションだけは今日も元気というわけで、本日は、百花繚乱サムライガールズを打っていきたいと思います。選んだ理由はスタッフさん教えてください。というわけでゆきちゴー、本日はですね、ビビステーションさんに再びお邪魔しております。いやね、これサムライガールズね、と1回だけ打ったことあって、いやもうほんとみんなエチエチなのよ、みんなエチエチなのよ、大事なことだからもう1回言うね、みんなエチエチなの。だからこれはなんて言うんだろう、まあ男性の方はもちろんウハウハだと思うけど、やっぱりそのおっぱいが好きだったり可愛い子が好きな女性も好きな台だと思うので、まあそれを1回しか打ってないけど、ちょっとみんなに伝えていけたらなと思います。それではレッツゴー。それではファーストレバーゴー。お兄ちゃんの修行、グツグツさん、多分ハーレムアタック来るかな。ハーレムアタックですね。これは普通のハーレムアタックですね。で多分ね、特盛りだったかなんかだと最高継続率結構あったんですよ。まあ、これはノーマルなんであれなんですよ。で一応この剣姫って読むのかな、ちょっと読み方わかんないですけどが、まあ、姫たちが一定回数勝利でブライドロードっていう、なんて言うんだろう、この周期をこれ上げるための周期ポイントの特化ゾーンなんですけど、それのまた上位の特化ゾーンがこれなんですよに行くよっていう感じです。で今これ回してるじゃないですか。でその時に裏コマンドがあって、この見える見えるかな、これを上下押す、見えます、見えてます、これを上下で押すと、あ今これちょっと回ってるんで押しちゃいますね。で、あ今上下で押すと11回勝利でブライトロードっていう、その何回でこれに行くよっていうのが出るんで、
気になる方とかは上下のコマンドを押して何回勝てば上位行くんだみたいな感じで目標をまあ見てやるのもありだと思います。私は目標があった方がレバーをしっかり叩けるんで頑張りたいかなって思う。まあ、11回はね結構きついんだけど、継続で、これ今チャンスアップなんですけど、だいたいチャンスアップが入るとだいたい勝てます。私の体験上1回しか打ったことないけど、でだいたいは100ポイントなんですけど、たまに200とか300とか来たりします。でまあ、これで通常に戻るんですけど、たまにここで復活があります。ないですね。まあちょっと抽選漏れちゃったっていう感じですかね。ハーレムアタックです。そして一周決めのポイントがたまったんですけど、そのまま多分ハーレムアタックに行くと思います。でこれたまってもなんていうんだ、結局これがまた2000とかになれば一周期2周期まで行かないで、その2000ポイントを使ってそのなんていうんだろう、まあやりゃわかる、レディゴもうね語彙力がなさすぎ問題なんだよな。11回です。だいたい11回とか9回10回なんですけど、さっきの7回はチャンスだったんだよな。チャンスですね。なんかそのキャラクターというか姫の種類によってこの対決先があのバラバラなんですけど、やっぱりこう水鉄砲だとこの子の場合は強いです。まあ、見りゃわかるけど。ビーチバレーもなあ、チャンスアップあるんでここは大丈夫そうですね。初めてチャンスアップ出て負けただよね。焦ったわ、もうやめてくれ。大概チャンスアップ出たら続くと思ってます、多分だと思う。頼む、チャンスアップクリア役。終わっちゃったかな、6回目。あー終わりですね。で今このということで、この貯めた中ポイントで一周期のまあボーナス期待度、ストック期待度でやる感じになります。で長押しでやります。まあこれは一周決めダメって感じですね。まあ1-1なんで、びっくりした。でも今のも多分チャンスアップの1個なんですけど、白フラみたいな、でも多分これは当たらないと思います。赤フラとかでも外したことある気がする。はいはい、といった感じで、さっきのが1周決めって感じです。で一応1000ポイントでさっき1周決め当たったじゃないですか。で1820あって、一応さっきの1820で全部で抽選してたんですけど、1000超えてた分は2周期目に引き継がれるんで、あと200、あ違う、180貯めたら2周期目っていう感じになります。弱チェリー来まーした。いくよえ、待って、怖いんだけど、いきます。え、マジ怖い。青文字、うん、行くわ。これでも食らいな。
程度では私を倒せんぞ。必殺技お願いします。暗い、いや青い、あ青いちゃう、緑、緑はちょっと怖い。行きます。やったー。え、マジでどうなるかと思ったわ。あー、とりあえず、906ゲーム投資は、24本。勝利です。分かったよ、分かったよ。礼しような、また会おうな。え、でこれ多分ストック取れてないと思うので、これで決まります。ストック取れてなかったら通常時に戻ります。ちなみにここでも、ここがお猿さんだったりすると設定示唆だったりとかいろいろあります。姫ボーナス75枚で終了です。24本入れてます。え、どうしたらいいかな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 。デイスロ、あービーチバレーだー。任せなさい。チャンスアップください、チャンスアップください。運命の時間です皆さん。いけます。なんとも言えねえ、いけるかな。いやー、行ってほしいな。これゴーね、希望を持って、希望を持って、本気でいけよ。マジで希望を持って回すからね。お願いお兄ちゃん。あー、希望を持ってって言ってて青出されたらちょっと萎えちゃうんだけど。いや大丈夫、諦めない、諦めない心が大事、諦めない心が大事。諦めたらそこで試合終了ですよ。緑だ、またお願いします。いやあ、あれね、ブレイクハートなんですけど。いやあ、かわいいことタワーはしようと思ったらタワーはされちゃった。はい、というわけで移動してまいりました、移動先は劇場版魔法少女まどかマギカ前編後編です。まあ、これもスタッフさんが選んでくれたんですけど、そう、なんか、さっきの百花繚乱サムライブレイドの、ジューベイちゃんの声優さんとマドカの声優さんが同じっていう声優つながりで、まあ、選んでくださったみたいなので、ちょっとね、可愛い子にめった打ちされてメンブレ気味なので、マドカに癒されたいと思います。ただ私の推しは京子なので、京子が癒してくれることを願って頑張ります。今すでに29本使ってます。29本、もうお昼で29本。それでもワイは頑張るで、ね、それでいきます。前日がね結構回されてていい感じに出てる台なんですけど、まあワンチャンスウェーがあればいいなって思いながら、ゼロ回転から朝一から行きたいと思います。ゴー。でも言うてね、本当にこれ信頼で出た当初ぐらいしかちょっと打ってないので、一応もう一回解析さんを見ながらやっていこうかなと思います。花火柄ですね。これで多分私目押しミスですよね。
多分でチャンス目だったのかな、当たったのかな。いやー当たっててほしい。なんかねやっぱり花火柄とか激アツ柄を朝から外すと面ぶれするじゃん。でもすでにわい面ぶれしてるのよ。面ぶれに面ぶれを重ねたらマジで病んじゃうから、病んじゃうからお願いします。え、あれ刺さっていないとかあります？全長ってこんなに長いですか？こんなもんか。さやかちゃん止まりです。あ、でもこれ銀の魔女か。あ、でも今チャンスアップじゃないですか。京子頑張って、いけ。すごいびっくりした。タイミングよ。笑いの神が降りてきた。やったー。多分さっきのスイカの、まあ、私がちょっと目押しガバガバだったんであれなんですけど、多分チャンス目かなから当たりました。48ゲーム投資は30本、3万ジャストです。いきます。マギカラッシュ。こっからはもう引きだから。やるよ。駆け抜けだけは許されない。やばい、駆け抜けちまう。マギカアタック取ってた。お願いします。私京子が好きなんで、京子で、京子でお願いします。京子で。よっ、愛が通じた、愛が通じた。いい、分かった。ハズレでもいいんだけど、ベルかチェリーだからね。ベルかチェリー、ベルかチェリー。京子お願い、私の愛を受け取って。ベルですね。行くよ。赤まで行った、赤まで行った、赤まで行った、赤まで行った。ブラボーブラボー、よくやったよくやった。ベルでやったったわ。京子のおかげ。やっぱり京子しか勝たんぞ。諦めたらそれまでなんだよ。ビッグボーナス。びっくりしちゃった。やばいですね。やったわ、よかった。取れ高、取れ高、よかったよ。いきます。やりました。取れ高、取れた。そしてなんか光って、強行ですよ。強行お願い。チェリーでいい、チェリーでいい。大丈夫。ベルかチェリー、ベルかチェリー。まあベルかな。まだチャンスあるからベルかチェリー。ベルか。これはまた更新されたの？あ、消えてもうた。ダメだったってことですかね。どうだろう、出てくればいいな。ダメだ、ここで当たってればいいな。お願いします。あー、ダメだった。2回引いたのに悔しい。めっちゃスイカ引くね。
クリフシード。これは時間速をフリーズですね。時間速をフリーズですよ。そしてホームホーム、もうこれ何でもいいんだよ。スイカでもチェリーでもチャンス目でもハズレでもリプレイでもベルでも何でもいいんだよ。やべえ、これはチャンス、これはチャンス。ワルプル入りますね。行くよ。ベルでもいいよ。でもできればレア役飛行、レア役飛行、レア役を飛行。ホムホムがくれたチャンス、絶対に逃さん、絶対に逃さん。くー、ベルしか引けなかったよ。でも大丈夫、どれかは引っかかってる、絶対どれかは引っかかってる、そう信じる。負けられないね、ホムホム。一緒に頑張ろうね。せやね。さあ、ワルプルギスの夜行きたいと思います。 GO! 目標は100枚、目標は100枚、目標は高く。多分あれさっき言ってたベルの分でですかね、多分追撃あるかなですね。多分さっきのベルのやつじゃない。ああああ、やりすぎ。やりすぎた。目標100って言ったけどやりすぎた。いやー、ワルプル初めてぶっ壊したかもしれない。さっきのやっぱり時間速フリーズからのホムホムでベル引いたのがいきましたね。ありがとうホムホム、大好き、愛してるよ。これも正義の味方の務めだからね。地雷、やべー、脳汁ブッシャーだわ。左だ、お願いします。ホムホム頑張って、私も一緒に戦う。これも正義の味方の務めだからね。そうだね。ホムホム来い、大丈夫、勝てるよ。ホムホム頑張れ、立て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 。何度やっても普通に勝てない。大丈夫、ホムホムなら勝てる。あー、これはどうなんですか。いきないかな。いきます。10枚、多分追撃ありますよね。多分どうだろう、あるかな、追撃あるといいな。青以外、青以外で、あーダメか、まあでもいいよ、青でもいい。いいよいいよ、全然いいよ。さあもう一戦いこう。これは継続確定ですよね。でも攻撃の手は緩めない。いやー、さっきのレア役めっちゃうまかったですね、自画自賛やけど。さあ5戦目来ましたよ。ホムホム来い。ホムホム頑張って。いいよホムホム、今日はやる気を感じるよ。ホムホムのやる気を感じる。追撃行くぜー。
よ、青でもええ、青でもええ。いいよ、20でもいいよ、コツコツやろうね。ただ一つだけ、守りたいものを最後まで守り通せ。京子が可愛いよ。ねえ、大丈夫、私がいるから、安心して。絶対負けさせないから。立てる、立てる、立って。何度やっても、あいつに勝てない。勝てる、勝てる。あー、惜しい。やった、うまい。え、これ結構継続率いいのかもしれないですね。ただ一つだけ守りたいもん。いやー、これ頑張りたい。ちょっとここでマジで乗せたいな。大丈夫、立てる、立てる、立てるよ。ホームホーム強い、ホームホーム強いよ、かっこいい。今日のホームホームは強いぞ。これも正義の味方の務めだからね。だから魔法少女になって本当に良かったって。そんなんで必ずあなたを守っているし、左だ左だ、なんか右だ。お願いします。あー、青い、青でもいいよ、青でもいいよ。京子はん、京子はん頑張ろうや、一緒に頑張ろう。ホムホムはやればできる子。立って、立って、いいよ、ホムホム。本当に今日はできる子、やればできる子。ぼやいたって仕方ないわ。さっさと行くわよ。ひぃ。さあ、行こう。ぶっ潰しちゃえばいいんでしょ。そう、京子、一緒にぶっ潰そうぜ。ホムホムなら避けられるよ、大丈夫だよ。大丈夫、勝てるよ。ダメかな、終わりかな。510やりましたね。738枚残りで、合わせると1000枚は超えるんで、とりあえずある程度は帰ってきそうです。でもまだまだ完走目指そう、完走。いやー、ちょっともう1回ぐらいワルプルとかボーナスを引っ張ってきたいですね。700枚近くを駆け抜けるわけにはいかない。お、京子、京チェリーいいよ、頼むよ、京チェリー仕事してね。頼む、マギカアタックです、いくぜ。いいよ、マミさんでもいいよ、マミさんでもいいよ。ベル引き合い、ベル引き合い、ベル引き合い、ベル、いけ。来たぜ、2回目のワルプルギス、行きます。ワルプルギス、あれ、これ音楽流れると、いくぜ。いくよ、いくよ、ぶっ潰しちゃおうぜ。こっからですね。
そう、コツコツ増やそう。銀の魔女、私が相手になってやる。京子頑張れ、京子頑張れ。さやかついたよ、1ゲーム。リプレイかチャンス目、リプレイかチャンス目、リプレイ引いたよ、リプレイ引いたよ。またリプレイ引こう、リプレイ2連続。そして京子、京子頼む、お願いします。弱チェでいいよ、弱チェ引こう。ベルだね。京子頑張れ頑張れ頑張れ、赤まで行こう、赤まで赤まで。あ、ブラボに行くかい。それで行きます。終わりました、1525枚。一緒に行くかい。やった、いや、やばい、見てくださいよ、え、めっちゃ嬉しい。まあ結果はエンディングでやだー。はい、実践終了です。お疲れ様でした。パフパフフ。まあここまで見てくださった皆様もう分かると思いますが、まあ早速ですね、今日の収支報告をしていきたいと思います。こちらのお店さん1000円で46枚貸しのお店さんなので、投資の方が、3万円ジャストで1380枚で、最後ですね、窓マギ前編後編で流したメダルが1521枚ということで、見事大勝利。風もお祝いしてるぜやったよ、いや嬉しい。ちょっと待って、風、いやだからトータルで言うとプラス141枚のプラスなんですけど、いや本当に勝ててよかったです。もう罰ゲームやっと回避できて、もう勝ててめっちゃ嬉しいです。まあ、勝利ポイントこれで20ポイントもらえるということで、あと4回勝てば100ポイント貯まるので、豪華な景品をもらうためにまた頑張りたいと思います。罰ゲームを期待してた皆さんごめんなさいね、なんかごめんなさいね、すいません本当もう本当今日は勝ちに行っちゃったし、あの私やっぱりその引きが強い時ゴリラアーム発動みたいな感じで言ってるんですけど、収録の時どうしても引きが弱い日が続いていたので、今日は、皆さん見ていただいた通り中段チェリーも引きましたし、時間速攻フリーズだったりとか、意外となんていうんですか、あのソウルジェムシステムの時にうまいことレア役だったりリプレイだったりベルだったりをうまく活かせたのかなって思います。いやー本当すいません、なんかスリッパ用意していただいたのにというわけでですね、まあ無事に4話目、勝ちを収められたということで、5話目もまあ勝ちをね収めてですね、これから先も勝ち続けて100勝を目指して頑張りたいと思います。罰ゲームはもうやりたくねぜひ皆さんニコナナチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします。あとよかったら私ツイッターとか TikTok とかもやってるので、よかったらそちらもフォローよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。罰ゲームないからこのまま帰るぜ、じゃあな優秀の美容家だったぞー。